ガツンとみかん。ついに、2、3週間越しの、念願の、ガツンとみかんが、来た。来ました。じゃあ、いただきたいと思います。うまかー うまかー。江頭もね、ガツンとみかん食った時、うまかーって言ってたんです。うまかー。あー、こんなだったっけ？美味しい。もっと熱くなかった。いや、これファミリーパックってか、箱買いのやつだから。1個で売ってるやつだったらもっとでかいけど、ガリガリ君もそうじゃん。ガリガリ君も箱のやつちっちゃいじゃん、一個。あ、うまい。こんなだっけ？あ、うまっ。美味しい。うん。なんかね。あ、そう、ガリガリ君のみかんもね、リッチなやつでしょ。俺、今日ネットで見てたら美味しそうだなと思って。ちょっと高いやつ。うまっ！これあれだわ。なんていうの？みかんの缶詰あるじゃん。みかんの缶詰をほんとアイスにしたって感じ。うん。みかんの缶詰をアイスにしたって感じ。みかんの部分がほんとになんかその、本物のみかんが入ってんだけど丸ごと。みかんの部分が、みかんのね、その缶詰の部分の感じがするし、ここの周りの、この、みかんじゃない、なんていうの、この、まあもちろんみかん味なんだけど、この、なんていうの、アイスの部分っていうかが、果肉じゃないところが、ほんとみかんの缶詰の、つゆの部分みたいな。それをちょっとアイステイストにした感じというか。でもめっちゃ美味しいね。うん。うまっ！うん。美味しい。うめえ。うまっ！ああ、うまかー 2、3週間越しだよ、これ。うまかー。うまっ。うん。これ流行るわ。これガツンとみかん、これ流行るわ、これ。なんかあんま売れてないらしいけど。これガツンとみかんの美味しさにみんなが気づいてないだけ、これ。みんなが昔からあるガリガリ君ばっか食ってて、このガツンとみかんの美味しさに気づいてないだけだよ、これ。普通にうまいぞ、これ。これ、みんなが食い出したら一斉に流行ると思うよ、これ。みんなが美味しさに気づいたら。明日買う、こう食ってみてください。美味しいですよ。ガツンとみかん。なかなか売ってなかったりしますけどね。最悪売ってなかったらアマゾンで買えるんで。冷凍みかんとはちょっと違うかな。まあでも冷凍みかんとはみかん的な要素もあるけど。箱入り買いましたね。5個入りのやつ。うまっ！あー、うまっ！多分、江頭のね、宣伝の仕方うまかったんだよ。宣伝っていうか、なんか、ご褒美にガツンとみかんみたいな。ガツンとみかん買ってこい。ないんだよ、みたいな。ご褒美に買ってこい、みたいな流れだったんですよ。そういう流れで、
なんか、江頭もなんかこう、大食いを挑戦して、これ食べれたらこれ食えるみたいな、なかなか食えない、頑張ったらガツンとみかんみたいななんか感じでなんか食った時に、うわぁ、やっぱこれだわ、うまかーとか言ってたから、なんかその中で多分、PR の仕方がうまかったなと思それの影響だと思うんだけど、でも実際食ってみたら美味しいわ。外吹雪やばいね。北海道とかやばいよな。今の季節北海道がクソ寒いだろうがね。これ一回新潟行ったんだけどさ、免許取るとき。新潟も結構やばかった。年がら年中なんか雪が止んだと思ったらまた降っての繰り返しで、雪とかめちゃめちゃ積もってたし。北海道なんて新潟よりも雪でしょ、だって。新潟は一回行ったことあるけどね。一回じゃ二回ぐらいあるかな。北海道は一度もないな。沖縄とかもないしな。うまい。あ、うまい。これはうまい。ガツンとみかんの宣伝多分頼まれてないと思うよ、多分江頭。多分ね、プロテインの案件なんですよ、多分その動画が。プロテインの案件だと思う。プロテインを、なんかこのプロテインの中の、このプロテインの一袋の栄養素は、食材で摂取しようと思うと、これだけ食べなきゃいけないとかっつうんで、なんか鶏もも肉と、の、なんか焼き鳥と、刺身をバーってなんかとんでもない量だ出されて、あと牛乳はちょっとなんですけど。で、それでなんかこう、一人じゃ食いきれないから、プロテイン一袋がこんだけの栄養素ですとか含まれてますとかつって。で、なんかいろんななんか、スタッフとかあと知り合い呼んで、これ食べきるみたいな感じで。すごいな、プロテインこんなに栄養素あるんだみたいな感じで。でもこれもうこんだけ食えないよとかつって、俺ガツンとみかん好きなんだよな、みたいな。ガツンとみかんがあればなんとかまた食えるんだけど、みたいなこと言って。で、そういう流れでガツンとみかんじゃ、こう、なんか買ってきてもらいましょうとか、あと、ここの部分だけ食べきったら、ガツンとみかんがご褒美で、みたいな感じで、みたいな、そんなやり方で、なんかやってたんだけど、で、途中でなんかガツンとみかん、なんか俺に CM くれとかっつってなんか、江頭が言ってて、多分あの感じだったら多分、おそらくプロテインの CM なんだけど、プロテインの案件なんだけど、ガツンとみかんは、なんかその、本当に多分、オファーなしで多分やってる感じ。どっちの CM になっちゃってんだよみたいな感じだったけど。でも、ああやって、オファー待ってますとか言いながら、本当はステマだったってなったら、本当にあ、ね、ちょっとあれだけどさ。でも、あれは多分本当ステマじゃないと思う。うまい。うまいな。うまい。江頭に案件頼む気よって言って。江頭今めちゃめちゃ影響力あるからね、言っとくけど、YouTube で。どれだけ再生回数とチャンネル登録者数いると思ってんねん。で、あと、江頭めちゃくちゃ今あれだよ。本当、あれだよ。マジでファンだらけだよ。本当に。江頭マジでめちゃくちゃファン多いよ。今 YouTube で見てると。グッドの数とかえぐいし、バットの数少ないし、コメントとかもすげえなんか、信者だらけだよ、今、ほんとに。もう一本行きたいけどね。その前にね、もつ煮行きたいね。もつ煮食べた後もう一本行きたいね。いや、マジ、江頭今。なんかさ、汚れ芸人みたいなイメージあるじゃん。あのテレビのイメージあったけど、今やばいよ、マジ。めちゃめちゃ信者だらけだよ、江頭。じゃ、ちょっとこれ食べてから、デザートで行こうか。ガツンとみかん。
電子レンジでもいけるのか。あ、電子レンジでやっちゃうか。なんかボイルとかの美味しそうだけど、電子レンジで2分、電子レンジで2分温めればいいのか、器に当てて。うん、ちょっともつ煮行きましょう。ちょっともつ煮温めてくるわ。もつ煮。すごいな、これ。このもつ煮すげえな。濃いぞ、これ。つゆが濃い。つゆめっちゃ濃い。めっちゃつゆ濃い。なんかさ、もつ煮ってさ、つゆがさ、なんか、もうちょいなんかこう、ドロドロしてなくてちょっと透き通ってる感じ多いじゃん。結構なんかその、味噌のなんかこのドロドロしたつゆがすごいよ。結構濃いぞ、これ。あ、こっちは唐揚げっす。七味入れるけど、まずはね、あのですね、七味ももちろん入れるんですけど、まず、
七味最初入れちゃうやつは俺邪道だと思う。うん。あれ？ちょっと待って、なんかバグってないこれ。うん。配信できてる？あ、できてない。あ、しまった。出た。接触悪いやつ。あ、あ、あ。あ、音は大丈夫か。ちょっとカメラ選び直せばいける。見てください、これ。もつ煮ってもっとさ、スープっていうか、このつゆの部分が、もっと薄いやつ多いじゃん。結構ね、味噌のこの、味噌っすね。味噌のこの味噌ベースのこのスープ。すげえドロドロでめっちゃ濃い、これ。こっちはちなみに唐揚げにマヨネーズ。で、これ七味入れるんだけど、七味をね、七味をまずこれ最初に入れちゃうやつは、これ邪道だと思うよ、これ。邪道じゃ、ほんとに。うん。あれ、これ開けないとダメなのかな。あれ？これ、七味ってこれ一回開けないとダメなの？こうか。いや、もつ煮ライスとか美味しいよね。もつ煮の中に飯をぶっ込むの美味しいですよね。硬えな、これ。あ、ネギとかも欲しいけどね。ないっす、多分。いや、あるかもしんないけど、もう、取ってくんのめんどい。廊下寒いし。あ、でもネギ入れたいな、確かに。確かにネギ入れたいけど。よし、取れた。あのね、最初から七味入れるやつ俺邪道だと思う。思いません。思いません。だってさ、七味入れちゃうと、この元の味がちょっとわかんなくなっちゃう。やっぱり、元の味をまず確かめるためにね、七味とか何にも入れないでまず食うわけですよ。うん。あ、うまっ！めっちゃ濃い！めっちゃ味噌だ！めちゃくちゃ味噌の味が強い。まあ、スープ見れば分かると思うけど、ドロドロでほんと、マジで味噌。味噌の味濃い。あ、でもこれ美味しい。多分これ、名古屋とかそっちの方の味な気がする。どっちか、いや、違うな。名古屋とか味濃いじゃん、味噌の。なんか味噌煮込みうどんみたいな。まあ、それとは違うかな。でもなんか味噌のね、美味しい、なんか味が濃い、これ。うん。親は寝てますよ、多分。うん。うまっ！うん。あ、うまっ。うまっ。うん。うまっ。いや、親は別に寝てるから大丈夫ですよ。うん。うまっ。うん。うまいな。あ、太るわ。これは太るわ。リバウンドしちゃうわ。このままじゃお相撲さんになっちゃうわ。せっかく痩せたのに。お相撲さんになっちゃう。お相撲さんが作ったちゃんこ鍋だが